クル族が領域を固定化した地域クル族は古代インドの文献に現れるインドアーリア人の一部族の名称。獣王戦争に勝利したバラッタ族はインドアーリア人の諸部族における派遣を確立した。そして次第に獣王戦争において戦った相手であるクール族と融合し支配階層を形成してクル族と呼ばれるようになったのである。クル族は次第に領域を固定化して その領域はクル国と呼ばれるようになり、ブッダの時代には十六大国の一つに数えられるようになっていった。パンチャーラ族とも連携し、ガンジス川流域に支配を広げていった。リグベーダの編さはクル族の指導下で始まったと考えられ、鉄器を最初に用い始めた部族でもあると考えられている。鉄への言及は黒い金属としてアタルバベーダに最初に見られるが、 アタルバベイダワクル族の王パリーク下の名も挙げている。また、ブラーフマナには、パリーク下の息子である、ジャナメージャヤ王の名も見られる。インドの女児シマハーバーラタにおいては、二大勢力の一つカウラバとして登場し、盲目王、ドゥリタラシュートラと、ガーンダーリーとの間に生まれた100人の王子が、長男のドゥリオーダナを主領とし、次男のドゥフシャーサナや、叔父の尺に、魚者の息子、 カルナなどが中心となって、もう一つの勢力パーンダバと激しく対立した。ドゥルヨーダナは、パーンダバを穴にはめて暴殺しようとした。さらに正式に継承された彼らの王国を詐欺を、使った賭爆によって奪い取り、森に追放した。これが原因で、王国の返還を求めるパーンダバとの間に戦争が起こり、カウラバは、クルクシェートラの戦いで全滅した。ありがとうございます。